け。ビスポさん、私と取引をしませんか。はあ、このまま続けてもお互い体力を消耗するだけ。仮に私を落としても残りの人数は4対3で第七宇宙が有利。いくらそちらのジレンさんが強いとはいえ、時間内に孫悟空さんとベジータさんを落とせる保証はありません。何が言いたい。あなた方が優勝したらスーパードラゴンボールで私を復活させてください。お約束いただけるのなら第11宇宙に協力しても構いませんよ。何？またあいつ勝手なことを。フリーザのことです。またなんか俺たちには考えつかないようなことを企んでるのかも。確かに奴の言葉通りに受け取らない方が良さそうだが、フリーザの真意は果たして何なのか。どうします？悪い話じゃないと思いますけど。お断りだな。お前の魂胆は見え見えよ。俺を利用して最後に自分だけが残る算段だろうが、俺は悪とは交渉しない。悪ですか。あなたに言われる筋合いはありませんが、まあ仕方ありませんね。残念です。てもらいますよ。断ったこと後悔しても手遅れなので明日から。では第2ラウンド始めましょうか。